こんばんは、吉谷さん。ブログで稼ぐか、すごくいいですね。ブログってなんか懐かしい気持ちがしますね。私もかなりブログを書いてきたのと、今ちょっと見てみたんですけど、毎日更新したブログっていうのをね、久しぶりに見てみると、最終更新日が2016年、要するにこの隠居する直前までやってたんですよね。懐かしいなと。これはね、 FC2 でやってたんですけども、スタートして2週間でランキング21位まで上がったのが、まあ、私のブログのその時のね、まあ一番暑い時だったかなと思いますけども、まあ、2週間で21位だったらなかなかいいかなとは思うんですよ。ビジネスってカテゴリーだったかな、まあそこでね。でブログの利点っていうのは、やっぱりそのアカウントが死なないっていうところが大きいですよね。 YouTube ではアカウントが閉じられるってことがあるんですけど、ブログはほとんどそれがないかなと思いますよね。でアクセスもやっぱ案外集めやすいのはブログかなと思うんですよ。要するにこの検索でかかるのって、まあ、動画も最近あるんですけども、やっぱりブログが圧倒的にかかりますよね。アクセス集めるのにもやり方知ってれば適してるかなと思いますしね。キーワード結構入れられるし、 SEO もほんと素直なんですよね。で今度は視聴者さんの視点なんですけども、これ私がね、まあ、感じてることではあるんですけども、多分間違えてないと思います。ブログをしっかりと読む人っていうのはすごく勉強熱心なんですよね。真面目な方で、きちんと頭がね結構いい方だと思います。私はブログをしっかり読める、要するに活字を読んでそこから意味を理解できるっていうのは、なかなかいないと思うんですよ。日本語で書いたのに日本語を理解する人ってあんまりいないと思うんですよね。ですのでブログから売り上げが起きたことっていうのは基本的にノークレームなんだろうなと今までの感覚で思ってるんですよね。それに対して動画で情報を得てる人っていうのは、これはね、やっぱりね、楽をしたい人なんですよね。どん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 情報が勝手に入ってくるんで楽なんですよ。で、あとは活字が読めない人ですよね。やっぱり2000文字とか5000文字とかの、その活字が読めない。読むのが疲れるとか、短文しか読めないとかね。まあ、そういう人は基本的にもう読解力がないんで、稼げないと思いますよね。で、そういう人が動画にどんどん流れていって、割合としては、1割から2割が文字から情報を得てる人で、それから8割ぐらいが音声とかね、動画から情報を得てる人なんだろうなと思います。で、動画から情報を得てる人っていうのは、そのインチキな情報とかあやふやな情報にものすごく影響を受けて、ちょっとね、気まずい方向に行くんじゃないかなと思いますね。ですから動画でのセールスっていうのは、セールスするとしたら楽なんですよ。楽したい方が動画見るんで、でノリで買う人が多いんですよ。まあ、ですんで後からクレームになったりしますね。だからここがね、すごく大きなところだと思います。活字で買った人っていうのは文句が出ないんですけども、動画で買った人って結局後継ぎの文句を結構言ってくるんですよね。私はそういう経験ないんですけども、動画だけでやっててもものすごくね、商品買いにくくしてますし、そもそもセールスしてないんで、私の今速稼塾ってものがありますけども、速稼塾の申し込みなんて本当によく見つけたなみたいな感じで来るんで、相当あっちこっちこうね、こねくり回してくると思うんですよ。まあそこでですね、今回いろいろとブログのことについてお話したんですけども、そうですね、ブログをねこの時期にやるっていうのは吉田さんさすがだなと思います。結局ね、多くの方って何もやってないんですよ。特に稼ぐことについてはすごく無責任で、なんか結局労働みたいなことをやってお金をもらうって形は誰でも取るんですけども、それが稼ぐことって勘違いしてるんですよね。まあ無理ですよ、その時間がかかるやつで稼ぐっていうのは。むしろ時間をかけて稼げる自分にした後で、まあ情報の発信とかね、それから問題解決によって収益を得ていくって形が、やっぱりこの情報化社会とかにすごく適してるんだろうなと思います。その時に文字で問題解決をしてくれるブログのね、ライターさんっていうのは読者さんも質がいいんですよね。で動画はそれに比べると、やっぱりテレビで慣れた人とか、動画で影響を受けてその気になっちゃう人がやっぱ多いんで、情報発信者としては正確なことをお伝えしていかないと、なかなか視聴者さんの融和が取れていかないかなというところもあります。しかし残念ながら動画の発信者っていうのは結局情報収集が動画なんですよ。まあ、ですので同じような動画が量産されていって、同じような動画をたくさん視聴者さんが見るんで、あ、やっぱりネットの世界ではこうなんだってなっちゃうんですよね。で多数派に埋もれるんですよ。せっかくインターネットの世界に来たのに、もう右から左まで全員多数派になるんですよ。だからテレビ見てるのと今では変わんないですね。でブログっていうのはそれに比べて、やっぱりね、学者みたいに、すごく研究者みたいに分析したことがしっかりと書かれてるんですよ。っていうか、しっかりと分析する人じゃないとしっかりと文字書けないですからね。1000文字2000文字と。でそう考えるとブログの戦略っていうのは、
賢い人が集まる、そういったメディアになるんではないかなと思いますよね。ブームが去った後だからこそ余計にそう思いますね。うん、で短い短文を書ける人っていうのは優れてるんですけども、変な話ですけども短文しか読めない人っていうのはちょっとこれから厳しいかなと思いますね。やっぱり長文を読解していくっていうことで、読者さんは発信者が何を伝えようとしているのかっていうことを、活字に表れてないところを汲み取る、行間を読むっていう能力が優れていないと、また間違った方向に行っちゃうかなと思うんですよね。で本当に私はいろんな利用規約ってものを細かく読み込むんですけども、バカのように読み込みます。小さい文字とかね、なんですかね、特約とかまで読むんですよ。でそれは当たり前のことだと思ってるんですけど、ほとんどの方は読まないのが当たり前になっちゃってますよね。すぐにね、承認ボタンを押しちゃうんですよ。サブミットとかやるんですよ。うん、で、なんか利用規約とか、プライアンドポリシー、プライバシーアンドポリシー、読まないですよね。で、読まないのが当たり前。そんな読んでないよ、みんな読んでないよっていうのを、そのね、みんな読んでないのがおかしいのに、それをね、読んでないのが当たり前のように主張するというね。だから結局、賢くないんだと思うんですよ。その、文章が読めないとか、活字が読めないっていうのは。で、なんていうんですかね、まあやっぱりこう学んでいかないといけないのは、解釈の力ですかね。で文字列を素早く読む、そして同時に素早く書けるってことかなと思いますよね。まあそういう意味で言うと、やっぱり吉谷さんはライティングがやっぱり優れてるのかなと思いますよね、これは。でまあ暗算ができないとか漢字が思いつかないとかっていうね、そういうところは確かに吉谷さんあるんですけども、今の時代それが頭の良さではないですよね。頭の良さっていうのはきっと結果的にどんな状況からでもお金を作り出すことができるか、そしてお金を作り出すその要素っていうのは書くとか話すとか表現するとか集客するとか、この要素なんですよね。でも多くの方、ほとんどの方はなぜか給料はもらってるんだけども集客力がないとかね、セールスできないとかね、商品作れないとか、要するに何もやってないのにお金もらってるのとものすごく近いんですよ。で、それを気がついてないんですよね。まあ、ですので今回椎の木くんと、7回の動画のやり取りしました。この7回のやり取りの中で椎の木くんは10万円というね、売り上げを作りましたね。で、他の売り上げも20万ほどあるんで30万という売り上げを作ったんですけども、これ何をしたかっていうと、今回はですね、商品作ってセールスをしろ、それだけしか言ってないんですよ。当たり前のことじゃないですか。でもほとんどの方は商品作ろうって言っても商品作れないんですよね。価格も決められないんですよ。で、セールスする相手も見つからないんですよ。だから稼げないってことですよね。お立ちんはもらえると思いますけども、稼げないんですよ。お立ちんですよ、やっぱり。何時間やっていくらとかね、この作業やっていくらとか、これはもうお立ちんのレベルだと思います。やっぱり私は吉谷さんの動画を見てる方っていうのは、お立ちんじゃなくて、稼ぎたいというね、そういう欲望を持ってる方だと思いますから、稼ぐ力を身につけていただくと。そのためには、文字をちゃんと読めることとか、それから商品を作れること、価格を自分で決めれること、目の前の人にお金をくださいって言えること、この辺はですね、まあいろはのいでやっていただきたいかなと思います。その向こうに億万長者の道があるんではないかなと思います。で今ね、世界的にちょっと状況苦しい時です。でも伸びてるビジネスあるんですよ。で、私たちは情報発信者ですから、情報コンテンツ業ですから、だから何が儲かってるのかってことを気づいたら、その儲かってるものに情報発信の内容をね、コンテンツを変えていくことができますんで、結局逆風でも稼ぐ、順風でも稼ぐ、どっち向いても稼ぐ、もうどういう状況からでも最善を尽くせる、そんなね、ポジションなんだなと思いますよね。吉田さん、やっぱさすがですね、ブログね。なんかブログやってみたくなりました。やってみたくなったけど私はやりませんけどね。まあでも Facebook で記事をむちゃくちゃ書いてるんで、まあ、あれがブログみたいなもんですかね。残念ながら検索にはかかんないというね、効率の悪いことやってますけども、本日は以上です。皆さんもね、なんか稼ぐ能力がないんだったら、とりあえず1000文字のブログ試しに100日ぐらい書いてみたらどうですかね。もうそれができない人はもうね、ビジネスとかあんまり考えない方がいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは失礼します。